けれども、ご自身いかがでしたか？特に4回のピンチの場面でなんとか踏ん張ることができたので、その後自分のリズムで投げることができたと思います。その後5回以降は全て三者凡退に抑えました。気持ちの切り替えというのはいかがでしたか？そうです、もともと自分でも尻上がりだと思っていたので、あとは本当に斉藤さんのサインにうなずいてしっかり投げることだけを考えてやりました。これで今日は7回を投げて投球回最長ということになりました。自信にはつながりましたか？そうですね、ファームで暑い中練習してきて、しっかり実績を残して上に上がってきて、それをしっかり形として残すことができたので本当に良かったと思います。このファンの皆さんの声援も一層大きく聞こえます。これで4勝目の白星を挙げたわけですけれども、ここまで少し苦しい時期も続きました。改めてこのお立ち台に上がった気持ちはいかがでしょうか？本当にファンの皆さんの期待になかなか応えることができなくて、自分も本当に申し訳ない気持ちだったんですけど、今日ここに上がることができて本当に嬉しく思います。一方で今日は打線の援護も非常に心強かったのではないでしょうか？そうですね、本当に先制点を取っていただきながら、あと守備でも本当に助けられたと思います。明日からもまだまだ負けられない戦いが続きます。改めてファンの皆さんへメッセージをお願いします。前半本当に迷惑をかけたので、これから後半残り試合は少ないですけど、全部勝てるように頑張るので、よろしくお願いします。